あ、どうも。どうも、おはようございます。今日どこに来たんですか？今日はオブセクエストに、人生2回目の初めてじゃない？1回来たことありました。あ、1回来たことある。今日何練習しに来たの？今日は板を回そう。板を回す。あとキックフリップ。板だけバッて蹴って板ポッくるくるって回転させるやつ。すごいじゃん。じゃあノーフットだ。ノーフット。なるほど、そうなっちゃうんですね。うん、す回そう。あ、回す。回そうと。あのね、今年からね、はい、ずっと俺教えてなかったじゃん。はい、ね。今年からね、教えようかなと思って。私上手くなるんですか？上手くなるかは分かんない。上手くなるかは分かんないけどね、もう多分キャシーのことをあ、スノーボードの上達しない女の子だっていうね。体育の日に生まれてるけど、その運動神経もないし、ないし、うん、上達しない女の子だとね、みんな思ってる。でも勇気をもらってるっていうね。ありがとうございます。っていう人たちが多いと思うんだけど。勇気を。そんなキャシーでも、え、上手くなるんだってなったら、ちょっとまたみんなにね、勇気を与えられるでしょ。なるほど。うん、まあ、上手くなんなくてもいいんだけど。俺困んないから。こうセンスのなさが光る時ですね。そうだね。まあ、でも上手くなんないと、あ、谷口隆人が教えてもダメなんだって。あ、なるほど。そうなっちゃうから、うん、まあ、上手くしないといけないんだけど、うんうん、でもなんなくていいと思う。あのね、上達のあれってあるじゃないですか。そう。あの目的は運動してその日の夜のビールが美味しく飲めるっていう。そうですね、うん、だからこれ撮影終わったらさ、あのビール飲んでる写真送って。こうやってオッケーオッケー。じゃあそんな感じで。わかりました。じゃあ行ってみましょう。頑張ります。はい、はい、頑張ります。12月からゴールデンウィークまで営業している竜王スキーパークで撮影された竜王シルブプレ、ビーカンファクトリー YouTube チャンネルでアップしています。ライター営業にアクティビティ、軽いパウダーにイージーなパークに上級者コース、そして変なメンツ、スノーシーズンを楽しむなら竜王シルブプレ。さらに詳しい情報はビーカンファクトリーウェブサイトへ。オブセクエストのスタッフに教わっています。これあれですかね、ブラシについて教わってると思うんですけど、多分10秒20秒後には忘れてると思います。さあキャシー滑ることができるのか。お、ブラシで止まってみよう的な感じですかね、あれは。さあ教えられたことができるのか。え、運動音痴でも止まれるのか。これはね、歴史的実験結果を見ることができますよ。